谷川真奈選手のテクニカルフォール勝ちでした。A マット女子個人対抗戦試合番号7番47キログラム級赤コーナー高松農業高等学校小宮里里香選手対青コーナー阿部学院高等学校前田鈴選手の試合です。 C マット女子個人対抗戦試合番号7番50キログラム級赤コーナー帝京高等学校坂本優選手対青コーナー今中央高等学校佐々木里奈選手の試合です。ただいまより B マット女子個人対抗戦試合番号6番47キログラム級赤コーナー種市高等学校北山理央選手対青コーナー都城西高等学校河野愛希選手の試合です。ただいまより A マット女子個人対抗戦試合番号4番74キログラム級赤コーナー日向学院高等学校前田鈴香選手対青コーナー秋田商業高等学校佐々木すみれ選手の試合です。
ットまで。試合の結果を知らせいたします。 A マッソ試合番号7番47キログラム級の試合は青コーナー阿部学院高等学校前田鈴選手の判定勝ちでした。試合に勝利した阿部学院高等学校前田鈴選手は準々決勝に進出します。試合の結果をお知らせいたします。 B マット試合番号6番47キログラム級の試合は青コーナー都城西高等学校川野愛理選手の判定勝ちでした。